ございます。はい、ナイス林龍太です。嬉しい、ありがとうございます。むくんでるっていうことかな。あのユナクさんのね PD チェックがあったというふうに思うんですけれども、あのリュウタさんいかがでした？チェック怖かったですか？いや怖くはなかったんですけど、やっぱりさっきフミヤも言ってたみたいに、はい、あのユナクさんの考えるなんていうんですかね、理想像っていうか、その理想像に一歩でも近づける、近づけた人がなんか結構いい評価をもらえたんじゃないかなっていうふうに思います。こう与えられたものに対して、うん、こうしっかり成長した部分を見せれたかどうかっていうのが重要だったんじゃないかなっていうふうに思います。今回のあのリュウタさんが考えるあのユナク PD が求めていたものって何だったと思います？僕自身で言ったらやっぱりダンスの細かい部分であったりとかですかね。シンプルにやっぱそれぞれにちゃんと課題があったと思うので、うん、それをしっかりクリアできたかどうかっていうのがポイントだったんじゃないかな、うん、ちなみにあのセンターコーセブンを決めるオーディションってこの順番あるじゃないですか、あれ誰が決めたんですか？確かリュウタさんでしたよね、一番初めがね。そうですね、なんかいきなりリュウタ一番最初みたいな感じだって。いきなりだったんですね。これもう順番もともと決まってたんだと思うんですけど、はい、知らなかった。多分、はい、僕の予想では多分 D チームからこう順番に行ったのかなっていうふうに思います。じゃあみんな謎の中なんですね、はい、そうです。8割方謎です。8割大丈夫ですか？なんかで大丈夫ですか？でここで文句ぶちまけないで、ね、大丈夫ですか？いやいや、そうなんですね。なんだろうな、まあ、でも練習の時は多分一緒にやられてたと思うんですけれども、あの自分以外のメンバーでこのメンバーのこういうところのライフ構造がすごい良かったっていうのがあります？見れてないからな、でも俺。リュウタさんとかいかがですか？リュウタさんだって一番初めにほら終わってるわけじゃないですか、はい、だから結構最初緊張してその後余裕があったと思うんですけど、はい、結構他のメンバーの見たりとかしてました？そうですね、僕一番最初にやった時にやっぱ1対1だって緊張するじゃないですか、はい、なんですけどこう外からこう見てくれてるメンバーがなんかこう一緒に踊ったりしてるのを見て、うんうん、緊張がほぐれたりもしたんで、逆に僕が見てる時に外からちょっと一緒にこうやったりとかしてたんですけど、ま、でもこう逆にこう外からチラ見されてなかった人は一番緊張したんじゃないかなと。逆にね、本当に一人の空間っていうか、確かに、うん、リュウタさんが見てて、あのこのメンバーは、まあ、緊張してる中で、あこのメンバーは今日すごい 100% 出せてたなって思ったメンバーとかいます？どうですかね。でもやっぱりその実際にこうちゃんと見れてるわけじゃないので、うんうん、まあ、でもやっぱフミヤとかは放送でも 見たんですけど、やっぱりダンスは本当にすごい上手いなと思いましたね。分かってるくせに海谷さん、自信が溢れてるっていう感じですね。いや、なんか自信が溢れてるといえば、なんか私は結構リュウタさんもすごくちゃんとこう自分をこう立たせるためにちゃんと自分はこういうところに自信を持ってますってちゃんとこう言える方なのかなっていう印象があったんですけれども、全然あの結果出してないんでちょっと言えないですね。よでもまあ一番手粉が良かったんあ、そうだよね、やってないんだよ、やってないんだよ、一番手踏むよ、やってないんだよ、やってない待ってたんだよ夢でも見たのかい。あ、なんか僕はい、ルター君の、はい、おライフコーゾーンを見たんですけど、はい、おめっちゃかっこよかったです。おお、めっちゃかっこよかった。マジでそうですか、はい、そうですそうですよ。まあなんかこうライバルとライバルっていう言い方もあるんですけど、まあ仲間ですもんね。細かく
みんなね応援したくなっちゃうの、困っちゃうんですよ、押したまこれ応援してください、みんな押したまいらないんじゃないですか、もうこれ押し卵パックでいいんじゃないですか、もう押し卵パック24個それじゃあ、後で売ってください、ね、ここさんありがとうございますね、あのリモートで参加してくださいましたりゅうたさんもこごんさんもてふんさんも本当ありがとうございました。ありがとうございました。はい。